あ、お父さん。遊んでんか俺は。遊んでばっかりじゃダメだよお父さん。コネさん。コネさん待ってたよ。待ってたよ。人のプライベートをね邪魔するやつはね死んでしまうよこの野郎。それは仕事だっつの。これか。猿としゃもじが住宅街で待ってた。そう待ってましたよ。仕事なんだから。もう俺休みにぐらい忘れさせてんこのしゃもじ。持ってかないのなんてあんた。持ってかけねえだろよ。こんな。どこ行ってもね仕事できるようにしとかないとダメだよ。そうだね。ね、じゃあおはんごやりか。さあ、始めます。コネスケの突撃隣の漫画スタート。最高。来いよじゃあ。最高最高。来いよ。ジョーくんも良かったぞ。良かった。うん。女連れてたんだべ。コネさん。つけ込んで。もっぱら風俗。よし。今日はそれぞれの方もうまい。はい。行きたい。行きましょう行きましょう。よし。今日も見てください。はい。奥さん、あなたんちの残り物、そして晩ご飯、そして晩ご飯、根こそぎいただきますからね。根こそぎ。ガッツリ。ちゃんとセキュリティも入ってんぞ、おい。あ、本当だ。大丈夫かね。大丈夫ってお前、俺言ってるよ、お前、こそ取れても何でもないぞ。堂々と行くから。堂々。まんまじゃないかよ。まんまだね。ご飯いただいて、これもいただいちゃうかっていうね。あなた。いいよ、いいか。言ってみよう、言ってみよう。外れたら、首ね。お前首だよ、俺。猿野郎。え、俺猿野郎。お前首だよ。え、俺これ、ファーストコンタクトは、これやっぱね、ジェントルに言うからなんだよ。はい。あ、どうも、コネスケの突撃隣の晩ご飯ですが、奥さん、出てください、玄関に。見れろ、この野郎。ふくらかな、穴っぽな感じの。絶対当たるね。あんた、あなたのね。誰と、これだぞ、俺は。わかった、わかった。当たるよ。はい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 。はい。どうも、奥さん。こんにちは、どうもです。How old are you? 今、おいくつですか？27です。27歳、はい、アラサーですね。見ろ、アラサーじゃねえか。グラマーですね。どうしたんですか。痩せてんじゃねえか、この野郎。全然違うじゃん。スリムですね。で、俺クビなんですよ、今日。おい、おい、あなたの、この人のせいで、おい、このおじさんのせいで。奥に帰れ。さあ、奥さん、コネスケの突撃隣の漫画でご存知ですか、この番組。ご存知ですか。フリーズしちゃってるんですけど。固まっちゃって、もう緊張してるでしょ、いきなり来たんで。生ですか。うん、なんていらっしゃいます。生放送ですか。月曜のね。生も生、生も生で、生の生の生で生放送です。よし。よし、じゃあ何か食い物あるでしょ。すいませんね、土足で申し訳ないですね。おっさんちょっと行っちゃってるんで申し訳ないですね。南国帰りで頭がパッパラパーになっちゃったんですよ。すいませんね、もう申し訳ないです。申し訳ない。もうもう何やん、コネさん。何やってんの。冷蔵庫はちょっといっぱいあるじゃないですか、食材。出しますから。ん？何か出しますか。出してくれます？で、旦那さんは今日どこ行ってんですか？仕事。北海道に。ん？北海道の方に。何？不倫？北海道何してんすか？仕事で。あ、出張。はい。じゃあいろいろ聞こうじゃないですか、深い話。いやいや。深い話聞こうじゃないですか。なんか。酒が入ってたんですよ。まあ、あった。お酒が、お酒とか入れていいですかね。はい。ね、作りますから。なんかそうっすか。はい。ね、じゃあちょっといいお庭が見えたんですけど、お庭で買いましょうよ。はい、なんかカレーの CM みたいに。はい。ね、ね、じゃあ待ってますから。おい、迷惑だったよ。はい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 。さあ来いよ、お前。おい、カレーさん、もう食べたんです。奥さん、これこの男、あの窃盗ですよ、これ。こう勝手に聖子の野郎取りましたから、これ。そんなこと言うなよ。これ社会社会
社会貢献活動って言わないよね。あんたがいろいろプリン体取るとさ、福岡になっちゃうでしょうが。福岡になっちゃうでしょうが。こぼれまくってんじゃないこれ。まだ入ってたわ。うわいや奥さん、奥さん。ご飯だ。いやいや。なに、焼きそば、はい、そしてサラダ、はい、これなんですか。アサリの、アサリ汁。アサリ汁、はい、ほう、やっぱ酒飲みにはアサリ汁ですよね、これ。聞くわ、一発で酔いさめたよ、うん、なんか入れました、奥さん。え、調味料は何か入れました。うん、これ、四国、なんか毒物入ってんな。毒物アサリでしょ。どうも奥さん、すいませんね。本日の突撃隣のマンゴアンです。ご存知ですこの番組。え、ご存知ですか。知ってます。見たことあります。はい、さっさ見てますね。最近、週の間にね、もううちに来るだろうと待ってる。びっくりした。待ってたんですか。ご存知なんですよ。びっくり。旦那さんはどこ行って行ってないでしょ。え、北海道。うん、北海道。北海道何しに行ってんですか。不倫。出張で。社会不適合活動。いや、違います。あ、出張で何やってんですか。旦那さんは不動産屋さんで。おい、地上げに行ったか。北の大臣。違います。相当はびこしてたね。地上げに行ったか。地上げ。お母さん、ちなみにね、はい、奥さんのプロデューとかよく聞こうと思うんですけども、はい、よろしいですか。はい、お名前を。アリサです。アリサさん。アリサです。アリサさん。アリサです。おいくつなんですか今。27歳。27歳。油が流れたいい時期ですね。ここセキュリティなんか入れちゃって。心のセキュリティは入ってんですか。心のセキュリティ入ってます。うん、はい、心のセキュリティって何ですか。うん、下半身のセキュリティは抜いておいた方がいいですよ。そうです。下半身のセキュリティは抜いておいた方がいいですよ。やだもう。ね、何喜んでんだよ。喜んでない。奥さん。旦那さんおいくつなんですか。42。だいぶ離れてますね。そうなんですよ。結婚何年目ですか。え、結婚4年目です。となると旦那さんが38で、あなたが23の時に結婚したんですね。玉の輿乗っちゃったなと思っちゃったでしょ。いやいや、もうやだ、ほんとバカ。玉の輿乗っちゃったと思っちゃったな、おい。でしょ。違います。玉の輿乗っちゃったと思ったでしょ。違うよ。じゃあスウェードンお聞きしますけども、はい、奥さんと旦那さんのですね間でジョイントコンサート、ジョイント、わかりますね、ジョイントコンサート。ん、王がね、王が凸に入るやつですよ。凸が王に入るのか。何言ってる。どっちもどっちもあるね。ああ、だから竿が穴に入る行為っていうのは、一番最後はいつですか。一番最後覚えてないです。奥さん。何ですか。寂しいんでしょ。寂しい。あなたが寂しがってる形跡がね、そんなこと見えてきたぞ。あなたが寂しがってる形跡がね、じゃあ私ね、ただ単に家を走り回ってるわけじゃないんですよ。何ですか。あなたが寂しがってるね、形跡ね、見つけましたよ、奥さん。いや、奥さん、いや、ないですよ。昼間っかのあなた、この股間を。やだ。喜んじゃって、おい。おーね、俺、この汁全部飲んだらもう、おい。行くぞ、汁飲んだらもう。汁。おい、おい。ん、見ようこれ。お。何これ。奥さん、奥さんの作った、奥さんのそのままじゃこれ。おい猿、これサインだろうが。サイン、奥さんのサインだよ。サインだろこれ。何ですか。奥さん、あ、食べた。意味わかんない。あ、おい猿、これお前サインだぞこれ、うん、奥さんのサインだね。決まったな、もう決まった。はい、部屋の痕跡見に行きましょう、うん、はい、やだ、何もないでしょ。行くぞ。これ社会社会貢献活動って言わないよね。あなたがいろいろプリン体取るとさ、福岡になっちゃうでしょうが。福岡になっちゃうでしょうが。
こぼれまくってんじゃないこれ。まだ入ってたわ。うわいやー奥さん、奥さんご飯だ。いやいや何焼きそば、はい、そしてサラダ、はい、これなんですか。アサリのアサリ汁。アサリ汁、うん、ほうやっぱ酒飲みにはアサリ汁ですよね、これ。聞くわ一発で酔いさめたよ、うん、なんか入れました奥さん。え調味料は何か入れました。うん、これ四国なんか毒物入ってんな。毒物アサリ汁でしょ。どうも奥さんすいませんね。本日の突撃隣のマンゴアンです。ご存知ですこの番組。え？ご存知ですか？知ってます。見たことあります？はい。さすが見てますね。最近週の間にね、もううちに来るだろうと待ってる。びっくりした。待ってたんですか？ご存知マンスよ。びっくり。旦那さんはどこ行って行ってましたっけ？北海道。うん、北海道。北海道何しに行ってんすか。不倫。出張で。社会不適合活動。いや違います。あ、出張で何やってんすか。旦那さんは不動産屋さんで。おい、地上げに行ったか。月曜のね。生も生、生も生で、生の生の生で生放送です。よし。いやいやいや、よし、じゃあ何か食い物あるでしょ。すいませんね、土足で申し訳ないですね。おっさんちょっと行っちゃってるんで申し訳ないですね。南国帰りで頭がパッパラパーになっちゃったんですよ。すいませんね、もう申し訳ないです、申し訳ない。もうもうあるよ。おけんさん。え何やってんの。冷蔵庫はちょっといっぱいあるじゃないですか、食材。出しますから。ん何か出しますか。出してくれます。で、旦那さんは今日どこ行ってんですか。仕事。北海道に。ん北海道の方に。何不倫。北海道何してんの。仕事で。あ、出張。はい。あー、じゃあいろいろ聞こえじゃないですか、深い話。いやいや深い話、聞こえじゃないですか。なんか酒が入ってたんですか。まあ、あった。お酒が、お酒とか入れていいですかね。はい、ね、作りますから。なんかそうっすか。はい、ね、じゃあちょっといいお庭が見えたんですけど、はい、お庭で、ね、食べましょうよ、はいはい、なんか金の CM みたいに、はい、ね、はい、ね、じゃあ待ってますから。おい、迷惑だったよ。はい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 、はい、さあ来いよ、はい、おい。カメさん、もう食べたんですか。奥さん、これこの男あの窃盗ですよ、これ。これ勝手に聖子の野郎取れましたから、これ。そんなこと言うなよ。どうだ、まんまじゃないかよ。まんまだ、ね、ご飯いただいて、これもいただいちゃうかっていうね。あなた、いいよ、いいか。言ってみよう、言ってみよう。外れたら、首ね。お前首だよ、俺。え俺猿子の野郎、お前首だよ。え俺、これ、ファーストコンタクトは、これやっぱね、もうジェントルにいかないんだよ。はい。あ、どうも、こねすけの突撃隣の晩ご飯ですが、奥さん、出てください、玄関に。見てろ、この野郎、ふくらかな、あなた感じの絶対当たるね、あなたのね。誰と、これだぞ、俺は。分かった、分かった、ね、当たるよ。はい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 。どうも、奥さん、こんにちは、どうもです。How old are you? 今おいくつですか。27です。あ、27歳、はい、アラサーですね。見ろ、アラサーじゃねえか。グラマーですね。どうしたんですか。痩せてんじゃねえか、この野郎。全然違うじゃん。スリムですね。で、俺クビなんですよ、今日。おい、おい、あなたの、この人のせい、おい、このおじさんのせいで。奥に帰れ。さあ、奥さん、コネスケの突撃隣の漫画でご存知ですか、この番組。ご存知ですか。フリーズしちゃってるんですけど。固まっちゃってもう緊張してるでしょ、いきなり来たんで。生ですか。ん、なんていらっしゃいな。生放送ですか。北野大臣、相当はびこしてたね。地上げに行ったか、地上げ。なんか、ちなみにね、はい、奥さんのプロフィールとかよく聞こうと思うんですけども、はい、よろしいですか。はい、お名前を。アリサです。
アリサさん。アリサです。アリサさん。アリサです。おいくつなんですか今。27歳。27歳。油が長いのでいい時期ですね。ここセキュリティなんか入れちゃって、心のセキュリティは入ってんですか？心のセキュリティ。入ってます。うん？はい。心のセキュリティって何ですか？うん？下半身のセキュリティは抜いといた方がいいですよ。そうです。下半身のセキュリティは抜いといた方がいいですよ。やだもう。ね。何喜んでんだよ。喜んでない。ドクさん。旦那さんおいくつなんですか？42。だいぶ離れてますね。そうなんですよ。結婚何年目ですか？え？結婚。4年目です。となると旦那さんが38で、あなたが23の時に結婚したんですね。そうですね。玉の腰乗っちゃったなと思っちゃったでしょ。やだ、ほんとバカ、玉の腰乗っちゃったと思っちゃったな、おい、うん、でしょ、違います、玉の腰乗っちゃったと思ったでしょ、違うよ。じゃあ、もうスウェードをお聞きしますけども、はい、奥さんと旦那さんのですね、間でジョイントコンサート、うん、あ、お父さん、遊んでんか俺は、遊んでばっかりじゃダメだよ、お父さん、これさ、コーネさん待ってたよ、待ってたよ、人のプライベートをね、邪魔するやつはね、死んでしまうよ、この野郎、それは仕事だっつの、これから、ああ猿としゃもじが住宅街で待ってて、そう、待ってましたよ、仕事なんだから、もう俺、休みに行くで忘れさせてよ、このしゃもじ持ってかないよ、なんて、あんた持ってかけねえだろ、よこんなどこ行ってもね、仕事できるようにしとかないとダメだよ、そうだね、ああ、ね、じゃあ、おはんごやりかさあ、おはようございます。コネスケの突撃隣の漫画スタート。最高。来いよじゃあ。最高最高。来いよ。ジョーくんも良かったぞ。良かった？うん。女連れてたんだべ。コネさん。え？引き込んで。もっぱら風俗。よし。今日は全然残る。まあ。はい。次行きたい。行きましょう行きましょう。よし。今日も見ておりなさい。はい。奥さん、あなたんちの残り物、そして晩ご飯、そして晩ご飯、根こそぎいただきますからね、根こそぎ、がっつり、ちゃんとセキュリティも入ってんぞ、おい、あ、ほんとだ、大丈夫かね、大丈夫って、お前、俺言ってるよ、お前、こそ取れても何でもないぞ、堂々と行くから